皆さんこんにちは。サクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. 今日のテーマは楽しみについてです。みなさんは今楽しみにしていることがありますか私はあります。例えば、 年末に実家に帰ることそして犬に会えることあとは旅行に行くことです私が会社に入ったばかりの頃は毎日仕事が大変でつらくて休みの日を楽しみに 平日を過ごしていました。なので、月曜日から金曜日まではしんどくて、金曜日の夜から日曜日の昼まで楽しくて、でまた日曜日の夜からしんどいなぁと思って、そういう生活をしていました。でも、 そうなると1週間のうち2日間くらいしか幸せではありませんなので今私は平日にも楽しみを見つけるようにしています毎日朝今日はどういう楽しみを 作ろうかなどんなご褒美を自分にあげようかなと考えますそしてメモをしておいて毎日楽しみなことをしていますそれは小さなことで構いません私の場合は例えば今日だとお昼ご飯に 卵サンドを食べる。あとは夜楽しみにしていた YouTube のビデオを見る。コーヒーを飲みながらとかですかね。そういう小さな楽しみを平日にも毎日設定します。そうすると休日だけではなくて 毎日楽しく幸せに過ごせます皆さんも早速今日から何か小さな楽しみを設定してみてくださいそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this, Please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chat twice a month. Check the description box. ne.